はようございます。釣り子 TV です、こちらドリームエクスプレスルアーズのあのね、ちょうどいいサイズのワームがあったと思ってね、買ってきてみたんですけども、その名もソフトジャークベイトって書いてありますね。で、カラーはね、綺麗なヒグオっていうカラーを買ってみたんですけども、このルアー実はね、あの先日これの大きいやつね、ソフトジャークベイトの、それを買って、で、まあ随所でね、まあ投げてはいるんですけども、結構ね、琵琶湖仕様のでんごついね、ソフトジャークベイトで、実はまだね、釣ってないんですよね。で、もう動きとか質感とかいいよなーって、あれの、もうちょっとなんていうのかな、関東の房総リザーバーなんかで使い出のあるサイズが出たらな、買いたいなーなんて思ったら、売ってたんですよね。あんだーと思って、ドリームエクスプレスルアーズってことで、ね、庄司プロのメーカーですけども、アラバマなんかが有名ですが、こういったワームから、あとはね、丈夫そうなジグヘッドとか、なんか案外いろいろ展開されてるんですよね。じゃあね、早速ね、どんなワームか開けていきたいと思います。名前はシンプルに、もうソフトジャークベイトですからね。あー、いや、綺麗な、まあ色はね、ほんと綺麗だなーなんて思ってこの色買ったんですけども、シンプルなんですけど、だからシンプルなのがいいよなーと思ってね、これなんですよね。何にも余計なパーツがついていない、つるんとねしていて、で、テールの部分もこういうね、極薄のこんな感じのテールで、もうね、自分で仕掛けていこうとかね、はたまた変なパーツがついていないので、ちょっと IG みたいな感じで引っ張ってくるときなんかもね、でっかいやつはね、すごいね、スーッとかなったり、で、いざね、ダートさせようとしたら、気持ちよく綺麗にね、左右に飛んでくれて、なかなかね、お気に入り、まあ、でかいやつでもなんとかね、釣れたぞっていう動画開けたいですけど、まだなかなか釣れてなくてですね、今年のハイシーズンに行きたいかなっていう感じなんですが、このね、お腹のところにはこういうスリットが入ってるんですよね。はい、結構ね、このね、スリットがね、深めなんで、まあ、どんな針つけてもフッキングとかは多少、例えばナローゲープなね、針つけてもフッキングは非常に良好そうだなっていうところと、あ、こういう感じでやるとこのお腹の半分ぐらいまでね、透明な、ここら辺見てわかるかな、結構スリットが奥まで入ってますよってのがご確認いただけるかなと思うんですけども、まあほんとね、シンプルで使いやすいなって印象があったんで、それのこれは 4.5 インチですけどね、まあ、ちょうど使いやすいなっていう、自分なんかはね、自分の行く釣り場ではっていう感じのサイズ感なので買ってみました。そんでね、重さの方も測っていきます。ですね、ドリームエクスプレスルアーズの、その名もソフトジャークベイトは何グラムでしょうか。おお、単体で6グラムなんで、まあベイトフィネスと言わず、まあ最近のベイトダックルであれば別に、本当ね、ベイトフィネスって書いてなくても6グラムぐらいのルアーもね、吹っ飛んでいきますからね。まあそういった意味では通常のベイトタックルで、使用できるかなっていうのと、やっぱりこの何どこで使いたいかって言ったら、結構遠距離のボイル打ちで、通常だとなんだろう、プラグとかのがトリプルフックとかついているから、投げたいところではあるんですが、ただどうにもプラグだと当たりが出せないなんていう時があるんですよね。そういう時にこういったワームの素材のソフトジャークベイト、そんで針もね、しっかりとオフセットで組んで、まあ針まで組んだら多分 7g、6.9g とかね、結構いい重さになると思うんで、それを、細めの PE ラインでちょっと張りのある、ミディアムぐらいのね、パワーのスピニングで組んでおいて、遠方でのボイル打ち用、そんな感じでスタンバイしておきたいなと思って。はい、明らかにやっぱりプラグだとダメなんだけど、ワームだと、例えばね、ゲイリー山本の先行だとスパーンって一発でボイル食うんだけども、
届くんだけど、なんかプラグだと見切るんだよな。そんな時にねちょっと入れてみたいなと思って、いよいよねもう、ハイシーズンになってくるとね、ガバガババシャバシャっていうね、ボイルとか目にする機会が増えてきそうなので、そんなタイミングに向けてね、一袋買ってみました。でカラーはね、まあ別に皮膚をいるとこでやるわけでもないし、そんな白魚パターンだからこの色って感じではないんですけども、なんかねこの013番の皮膚ってカラーがね非常にいいなと思って、まあ実際にワカサギボイルしていたり、あとはオイカボイルしてるような時に自分はね投げようと思ってるんですけども、一袋買ってみましたね。これ良くないですか。なんかね、まあちょっとなかなかね釣りには行けないので、あ、すげえ、ドリームエクスプレスルアーズって株式会社メタンっていう会社なんですね。メタンね、庄司さんといえばメタンですよね。はい、まあゴジラがなんかこれなんだ、琵琶湖釣ってるんですね。これゴジラがなんか琵琶湖釣ってるのかな、でいいのかなっていう、そんなロゴでこんなパッケージに入ってますんで、ぜひね気になる方は釣り具屋さんで探してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、本日の釣りコー TV はこちら、ドリームエクスプレスルアーズのソフトジャークベイト 4.5、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。